パサートレーナーのユージです。お尻の筋肉を鍛えていくという中で、よくね、大会に出てる特に女性の人なんかが、まあ、ビキニフィットネスとかそういう人とかが、お尻を鍛えるといって、スクワットをものすごくこう、お尻を突き出してやる、こういうね、スクワットやってたりする映像がよくね、SNS なんか流れたりしますけれども、えっと、これに関して、あくまで僕の意見ですけど、僕は両足派ではなく、片足派です。 それは両足より片足の方がお尻完全に効くと思っているからです。まあこれは単純にこうやって両足立ってるとバランスがいい。で片足立ってるとバランスが悪い。これを ね、足を曲げた時にこの状態だとお尻を使う必要がないですね特にスクワットをやってお尻を出したとしてももも裏と腰にばっかり効いてくる感じが、まあ、僕の体感としてはもうかなりそればっかりでお尻効いてる感じじゃないですそれが一本足の場合これで足を曲げていくとどうしてもグラグラするのでその中間にあるここのお尻というのを使ってこざるを得ないのでお尻の働きが強くなるということですなのでまあ僕は片足でお尻を鍛えるということを常に進めているわけですけどその片足の運動の中でいろいろあるわけですね、まあ このバックランジというもののありますでこのバックランジはあの足を交互に基本的にはやっていくのでそして足を両方ついてる時間もありますので、まあ、ちょっとねお尻が休憩してる時間もあるのでどっちかというと体脂肪を燃やすのに向いてるということ。でウォーキングランジね、まあ、ダンベルとか持ってこういう風に前に歩いていくウォーキングランジ、まあ、これもかなりねお尻効くんで、まあ、僕も結構やっていましたけれどもただこのウォーキングランジの場合、まあ、ちょっとねスペースの問題があります。 例えば僕のこの部屋でもまああの3歩ぐらいなら歩けるんですけどまあ3歩ぐらい歩いて帰ってくるもそれでもいいんですけれどもまあ歩けないという人もいるしまあジムでやっていくときにちょっとやっぱりその3歩4歩,歩歩くのもちょっと恥ずかしいという人もまあいるようなのでまあちょっとね雰囲気がね まあそれをやってる人もいないし、そういうスペースの使い方は難しいという場合もあると思うので、そうすると、まあこのブルガリアンスクワットというもので、お尻をね、しっかり鍛えていくのがいいですよというのをね、まあ僕は勧めてるんですけど、まあこのお尻をまずね、鍛えるということに関しては、僕は女性だけでなく男性もね、すごくね、力を入れてやってほしいと思います。これはまあまず最初にこのお腹の引き締めとか気になると思うんですけども、 ある程度引き締まってきた時にここの肩があってやっぱりお尻があるでそうするとお尻からウエストがより細く見えるこのお尻がなければ男でも女のウエストはもっと太く見えるわけですねなのでやっぱりお尻がある方がウエストがより細く見えるしお尻あるっつってもこうドーンっていうでかいやつじゃなくてやっぱりこの盛り上がりですねそれがあった方がウエストがより細く見えるしこのラインができてるこれも男も女も同じなんですよでさらにはやっぱりお尻の筋肉がある方が躍動的に見えるんでなんかスポーツをやってるっぽい人ってやっぱ見えるわけですね、まあ その方ががね、まあ、やっっぱりりイメージが良かったすするわけですなのでやっぱり男もねあの男の美尻を追い求めてしっかりとお尻を鍛えてほしいんですけども、まあ、その中でまあ今言ったらそのブルガリアンスクワットというのを勧めていると。でさらにはそのブルガリアンスクワットに関してまあ必ず議論が起きるのが。 そのブルガリアンスクワットをやっているときに、これもまた結構大会に出てる女性の方で多い,いんですけど、前傾姿勢でやりますっていう、その方がお尻に効きますっていうふうな、えー、まあことがやっぱり、まあ、これも映像結構流れてくるわけですけど、ただ、このね、ちょっとダンベル今外しますけど、前傾姿勢でやるっていうのは、ブルガリアンスクワットというのか、ワンレッグデッドリフトというのか、 ということの、まあ、この違いになってくるんですね。で、今のこのワンレッグデッドリフトでやっていくと、まあ、確かにこの重さ、ここにダンベル持ってるのはこの重さが全部ここに乗ってくるというのは、まあこれ僕はあの別でやってるワンレッグデッドリフトとま、基本同じなわけです。だからそれ、それ自体は否定はしないです。で、それ自体は否定はしないんですけれども、 僕はまあ、ワンレッグ出てる、ワンレック出てるよ。ではなく、その前傾姿勢ではなく、上半身を起こした形のブルガリアンスクワットというのが、僕は一番いいと思ってるわけですね。こういうふうに上半身をこういうふうに起こしてるブルガリアンスクワットの方が、お尻にバツッと効いてくるというふうには思ってます。まあ、それはなぜかということを2点お話ししたいと思ってます。まあ、僕はなぜ、前傾姿勢のブルガリアンスクワットではなく、 上半身を起こしたブルガリアスクワットをお尻のトレーニングとして進めるかというと、これはですね、この、まあ、お尻、この大臀筋ですね、大臀筋のことを考えればわかるんですが、ここの筋肉っていうのは、もしね、こう前かがみにこういう風になった時に、まあ、こういう風に腰が丸くなってると、正直言うと、例えば、出てドリフでもないです。デッドリでも腰,腰がこういう風に丸くなって出てドリとやってると、大臀筋って張らないんですね。これは腰を反った状態だから、お尻ってこう、大臀筋って、こっからここまでついてるんですけど、腰が丸くなってると、この、 大臀筋の棋士ここのところねここがこっちに行きますよねだからこれが縮んじゃうんですよでこれは腰が反った状態だとよりこう伸びてくる感じこの棋士スタートの部分が結構変わってくるのでこれによって腰を反らした方がよりグッと伸びてくる張りが出てくるということなんですよなので前かがみで行くよりは上半身を起こしてかず起こすということがね起こすというのはこの肋骨の腹をキュッと持ち上げるということこれもいつもあの言ってるやつですけど猫背の状態だと 肋骨が押して、こういう状態。腰が丸くなる。これを肋骨を持ち上げると、反るというかね、実際にはあの、自然な反りの形、S 字カーブを描くわけですよ。この腰のところがね。なので、こう、ちょっと締めて持ち上げるというまっすぐなわけです。ただ単に一直線のまっすぐではなくて、この肋骨を締めて持ち上げるこのまっすぐっていうのは、自然な S 字カーブ。つまり、ここはちょっと反った形が作れるわけですね。この状態ね。 単に一長線なく胸をね、ここを締めて持ち上げるのは、こう反りができるということ。そうすると、この降りたときに、この反りがあるから、大臀筋がしっかり伸びるということ。この状態よりも、この状態の方が、張りができるということが、まず一つなんですね。やっぱりしっかり筋肉を伸ばして、張って、そこに負がかかるということをしていった方が、大臀筋はしっかり使えるので、この状態の方がいいというわけです。それと、上半身を起こしていると、 まあ、さっきのワンレッグデッドリフトがこういう場合には、あの、まあ、これをじゃあ反ったらやったらいいんじゃないのってもあるかもしれない。こういうふうにね。まあ、それもちろん、このワンレッグデッドリフトで僕は言ってることありますけど、ただ、ワンレッグデッドリフトは、まあ、その後ろだけ使います。だから後ろに効くとは言うんですけど、えっと、まあ、それはそれで後でもう一回やるとして、ブルガリアンスクワットを垂直でやる意味というのは、確かにこれをやると、死闘筋入ります。後ろだけじゃなくて死闘筋入ります。死闘筋,筋入りますけれども、 四頭筋がお尻を使う、補助をしてくるんですね。この両方を使ってくるわけです。例えば胸のトレーニングで、ダンベル、まあフライがあります。ダンベルフライというのはこの大胸筋だけを使っていく、基本的にはね。それを、プレスをやっていくと三頭筋も入ってくるわけなんですけれども、これをね。両方を使って三頭筋を補助してるわけです。だけれども、実際フライだけでやってると、まあやっぱりそれほど重いのができない。重い負荷をかけることができない。例えばフライだったら10キロ。 でも、プレスだったら17キロぐらいできます。っていうふうになるわけですよね。で、実際その17キロのプレスをやっていった方が、大胸筋ってやっぱりしっかりつきやすいんですね。10キロのフライばっかりだっても、そんなにボリュームは出ないですよ。もうこれと同じで、補助は入るけれども、しっかり重い負荷をかけてやる。まあ、それは本当に、 あのやり方集中次第でそれを3頭ばっかりで押しちゃダメですけど胸で意識しながらも3頭で補助していくで下ろす時にはそのね1 0キ,キロじゃなくて1 7キロがぐーっとかかってくるようなその使い方をすればいいわけですね。じゃあこの前かがみね腰をさらに反らしてやってるやつでじゃあ1 0キロ近くこれが1 0キロなのか。 この状態で20キロなのか。20キロなんだけれども、まあ、上がる時にはこれとこれやっぱり結構使うでしょ。降る時にはさっきのダンベルプレスの降ろすときと同じように、かかと踏んで、よりこっちのかかと踏んでぐーっとこう使っていく意識で両方を使う、かかとを使ってお尻を使っていく意識というふうにやっていけば、10キロじゃなくて20キロ負荷かけられるわけですよ。だから、ここがね、やっぱり違うわけです。 勝手に自分がこうベンチプレスではちょっと補助してくれるみたいなことをこの指導筋でやっておろすのはしっかりこっちを使っていくということは可能で重い負荷をかけられるわけです。で、この大電筋というのは本当にこの大きな筋肉です。このガツッと使うのもうこれぐらいあります。どう考えても僕の大胸筋のもでかい筋、太い筋肉なので、これ女性でもね、女性ならな,な,なおさら 自分の大胸筋よりもお尻の筋肉の方が太いはずです。だからそれだけパワーがあるので、あまり軽い重さでやるべきではなくて、ある程度しっかりした重さをかけないと、これってやっぱりしっかりできてこるやっぱりこのお尻の筋肉を筋肥大させる、筋,筋線を太くしないとこう盛り上がってこないわけですね。だから重さっていうのはこの場合にやっぱり必要になってくるわけです。なので、上半身を起こして、四頭筋も使いながらも、降りる方はよりかかとを踏んでお尻を使っていくというような、 あのブルガリアンスクワットをやってた方がより大電気に重い深くかかりかつこの上半身持ち上げのこの状態でやっていけば張りが作れるということなんですねここはすごく大事なところそれからもう一つ大事なのが骨盤を水平にするということなんですよこれが両足と片足は全然違うということまあ両足も水平にはなってますけど片足の場合ねこういうふうにやっていく時に降ります降りた時になんとなくやってるとこれ骨盤が水平じゃなくこうなっちゃったりするとしますよこうなると大電気すごいいるんでこれを 踏むというか,か、かとを踏んでこういうふうに踏むことによってこう、例えば、立ってやると多分できますよね。これを、こういうふうにしたら脱力しますね。これを、かかとを踏んで骨盤のここを上げる。これを緩める。かかとを踏んで骨盤を上げる。これ、どこが働いているかというと、どこが働いているかというと、この、今こ、のこの場合、中殿筋が働いているわけですけど、 ここで押してるわけですよ。この股関節周りでギュッとこう押してる。膝の曲げ伸ばしではないということ。で、これを曲がってる時に同じことがまあできるわけです。まあこれ上げ下げはしないですけれども、上げ下げはしないけど、このかかとをでちょっとこの、この感情を使うことで水平を保つ。この水平を、この時に水平を保つというのをやっていくと、これをグッとこう押すという力が加わってくると大殿筋がグッと働くわけです。で、これは大殿筋というのがまっすぐじゃなくて斜めに筋繊維が走ってるので、 縦だけじゃなくて、こう、斜め横方向の動きもできる。だからそういう動き、そっちの方向に逆に負荷がかかる、伸び縮みさせるようなことがあると、よりそこの打撃が働きやすいわけですね。なので、これをやっているときに、水平、こう、水平を維持する、こういう力の加わり方を感じながら、それを意識しながら、抜かないで、これをコントロールしながらやっていくことが、すごくお尻を使えるということなんですね。なので、両足じゃなく、 ブルガリアンスクワットで片足でこの骨盤のコントロールでやっていくということでより大電気を使うことができるということ。まあ実際に僕が いつもトレーニングをしていて、まあ、スクワットとブルガリアンスクワットを一周交代でやります。今週はスクワット、今週はブルガリアンスクワットということでやっていきます。で、その時に、スクワットをやっている時には、お尻は正直筋肉痛は来ません。スクワットをやった後に、このワンレッグデッドリフトもやるんですけども、同じ重さで、いつもと同じ重さでやるんですけど、大転筋はそんなに来ません。だけども、ブルガリアンスクワットをやった日は、 必ず翌日お尻がすごい筋肉痛になります。もう全然違うんです、筋肉痛が。なのでやっぱり使われ方、そこに対するダメージ、そしてそこの筋性ができてくるというのは、やっぱり両足のスクワットと片足のブルガリアンスクワットで全然違うということ。それからしっかり持ち上げて、この、これですね。これを作ってかつ水平をキープする。この2点をちゃんとやっていけば、すごくいいお尻のトレーニングになってくるんですね、大筋のトレーニングに。なので、このブルガリアンスクワット、まあこういうベンチは必要ですし、まあダンビルは必要かもしれないですけど、僕の、 僕のこの本当狭い部屋でもあのできるようなエクササイズでありながらものすごく効果の高いかなりいい形を作ってこれるエクササイズなのでなのですごくおすすめはしています。で、本当にねこれあの女性はもう当然だけど男性もお尻のトレーニングは絶対にやってください。あの最近僕がねずっと教えてるこの もう10ヶ月ぐらい教えてる、えっと、72歳の男性。前もちょこちょこ話したことあると思うんですけど、その72歳の男性が、まあ、ウォーキングランジもやったりします。で、このブルガネスカットも正直やってもらってるんですよ。72歳だけどね。ある程度もう体強くなってきない。これ半年ぐらいブルガネスカットをやってます。まあ、自体重のみですけど。でも、それで、72歳で、まあ、一緒にゴルフに行った、ゴルフに行って、まあ、風呂に入ったりすることがある。その時に仲間から、お前お尻変わったねって言われたらしいんですよ。 で、さらには奥さんにもお尻変わったねって言われたらしいんですよ。そのお尻が72歳のもやっぱり変化が出るわけです。なので、本当に別に50、60だったらもう全然違いが出てくるというわけです。本当他人から見てもわかるぐらいな差が出てくるので、もうこれは絶対やった方がかっこいいというね、自分の評価になってきますので、ぜひね、このお尻のトリングブレガを使っても頑張ってみてほしいです。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラム、そしてツイッターのもやってみますので、えー、ぜひフォローお願いします。